今日はですね、アイリス大山圧力 IH ジャー炊飯器 PD50 型を紹介したいと思います。炊飯方式で選ぶとですね、マイコン式と IH 式と圧力 IH 式があるんですね。で、今回買ったのは圧力 IH 式です。より美味しさがいいのと、火力も一番強いというのと、それで一応選びました。それとですね、内蓋や、蒸気口キャップなどの丸洗いができて、とても清潔的です。実際に洗ってみるとですね、それほど細かいところはそれほどなくてですね、洗いやすかったです。はい、使いやすい操作パネルですね、ボタンも大きくてですね、液晶も見やすい、そんな感じですね。はい、この釜の一番の売りというのはですね、ワット数ですね、1230ワットだから、ですね、ちょっと気をつけないと、ブレーカー落ちるところもあると思います。はい、なかなかこのワット数はないですね。まあそれだけ、火力を強めてですね、美味しく炊くようにしてるんだと思います。あと圧力もね、最大 1.25 気圧をかけてますので、これはすごいなと思って、これが決め手ですね、間違いなく。はい、とても美味しく炊き上がっています。はい、美味しさの秘密はですね、やっぱりですね、釜じゃないですかね。この今回買ったやつもですね、値段の割にですね、釜がすごく分厚くて重たいんですね。すごいと思いました。全然軽い、釜じゃないんですね。もうこれが秘密なんだなと、本当に持ってみて初めて分かりました。早炊きモードっていうのがありましてですね、時間の目安はですね、35分から51分ですね。はい、これも結構、早いと思います。これにはですね、高速炊きモードっていうのがありまして、まあ、通常もあるんですけど、通常の早炊きもあるんですけども、もっと早く炊けるモードがあるんですね。それを使うとですね、通常はですね214ワットなんですけども、これを使うと174ワット約 19%、省エネできるんですね。炊き上げ時間もですね、20分から34分くらいで炊き上がるという高速です。はい、6種類のヘルシーメニュー搭載で、おかゆ、おこわ、低糖質、これ 10% カットですね。玄米、雑穀米、麦飯っていうのがあります。こういうモードはいいですね。特にね、おかゆモードがあるのは便利だと思います。まあみんなあるのかな。うん、一応こういう、6種類のヘルシーモードが搭載されてます。この炊飯器はですね、ここしかないですね。40銘柄炊き上げができるんですね。個別に、お米の種類の炊き上げが、選べるということですね。はい、これはすごいと思います。今ですね、50種類になったみたいですね。だからちょっと、前に買ったやつですので、40銘柄に、の商品です、これは。はい、はい、食物繊維ですね、これが2倍、なるということが書いてますね。まあ、便通にいいということですね。便通にいいというか、大腸の、働きを良くするということですね。でもこれあまり取りすぎると、今度、便がですね、硬くなってですね、ふん詰まりになっちゃうということがあるみたいですけども、まあ大抵はですね、便通を良くするということですね。食物繊維ですから、聞いたことあると思います。はい、今回の炊飯器はですね、色が、黒と白2つあります。まあ、今回買ったのは黒なんですけども、まあ、比較的黒が人気ですね。はい、まあ、今回は 5.55 炊きを買いました。炊き上げるとですね、ちょっと今回やばかったんだけど、もうちょっと固めに、炊こうかなと思ってます。はい、でも、ご飯がですね、うまみ成分が多いというのか、甘く感じましたね。とてもいい商品だと思います、私は。はい、
早速ですね、商品が届いたんですけども、箱はこんな感じになってます。はい、どうでしょうか。なかなかいいですよね。はい、はい、中身をですね開けると、まず取説がありまして、はい、こんな感じですね。これ一般的な取説。あと米、無洗米 と、普通の米ですね、2種類カップが入ってます。はい、まあ、これはどこでも同じだと思います。あと、嬉しいことにヘラも入ってます。なかなか取れないんですね。まずは、ビニールがかかってますね。まあ、梱包としてはいいんじゃないですかね。ちゃんとしてますね。はい、ビニールから開けるとこんな感じですね。黒で、よかったと思います。なかなかおしゃれじゃないでしょうか。はい、汚れもきっと目立たないと思うんですが、どうでしょうか。この炊飯器の売りの一つである米の銘柄の選択ができるんですね。うちの場合は七つ星なんで、七つ星っていうのは夢ピカリの選択になります。うちの米の銘柄がないという方はですね、この表を見てですね、うちの場合は七つ星が夢ピカリと同じになってます。表示が6つしかないけれども、同じものが、表にありますのでご心配なく。はい、炊き上がりましたので、中を見てみましょう。ボタンをこうやって押せばいいんですね。はい、こうやって炊き上がりました。どうでしょうか。今回ですね、ちょっとご飯をですね弱めにちょっと炊いてます。ちょっとですね、歯の具合が悪くてですね、ちょっと固めはちょっと無理かなということで、ちょっと弱めに炊いています。はい、次はですね固めに炊いてみたいと思います。炊き上がりはこんな感じですね。食べてみるとですね、やっぱりちょっと甘みがある感じですね。はい、次はですね、ちょっと固めに炊いてみたいと思います。今日はですね、アイリス大山の圧力 IH ジャー炊飯器 PD50 の紹介でした。またねー、バイバイ。